静止画かと思いましたか？違うんです。本日はですね、エレーナ先生に100の質問をしてみたいなと思います。どうも、葉山とエレーナでございます。あとボンゴでございます。のびということで、今回はインスタグラムにてエレーナ先生の質問を受け付けさせていただきました。ありがとうございます。質問ありがとうございます。ありがとうございます。今日は私、今から画面からアウトしまして、私が読み上げていきたいんでございますが、はい、抜粋させていただいたものの中に当本人の私が読み上げるのが恥ずかしいものが含まれております。心を無にして質問してまいりたいなと思います。はい、では早速いってみよう。はい、では参ります。はい、生年月日を教えてください。1993年の6月25日生まれです。何歳ですか？27です。出身はどこですか？埼玉の川越です。結婚はしている？イエス。あなたは何者？何者？ジョイントエムズに所属しておりますシンガーです。いつから髪を伸ばしている？23ぐらいですかね。髪の毛を明るくする予定はありますか？今のとこないです。憧れの女性は？余裕があって上品な女性です。国際結婚で大変だったことは何ですか？やっぱ文化がちょっとね、そもそも違うので、そういうズレは結構あったかもしれないです、うん、完璧な女性に見えますが苦手なことは何ですか？運動。英語ペラペラですか？全然です。日本語だけです。一番の至福の時は？寝てる時。意外なな。社長との出会いは？多分21歳ぐらいですよね、私が。うん、チヨンさんのワンマンライブでチヨンさんからご紹介いただいて、楽屋で初めてご挨拶させてもらいました。メンタルは強いですか？強い方だと思います。強い方法は何ですか？強くいられる方法かな。自分を信じる。すっぴんを見ることは可能ですか？一応出しております。私の YouTube を探ってください。はい。好きな食べ物は？お寿司。今欲しいものは？マイホーム。仕事の決め方で一番大事にしていることは？直感。どんな学生時代を過ごしていた？自由。旦那さんとの馴れ初めは？友達のいとこでご紹介いただきました。ボスの秘書をやる上で気をつけていることは？ボスが何を求めているかを常に先回り先読みする。エレーナさんしか知らない純奈さんのこだわりまたは癖などありますか？癖？ドリンクビッチ。服やアクセサリーはどこで買っている？ザラ、H&M、ベルシカ。何のお酒が好きですか？モヒート。ジュンナさんとどっちがお酒強いですか？それは絶対ジュンナさん。一日だけジュンナちゃんになれるとしたら何をする？街を練り歩く。めちゃめちゃ声かけられそうじゃない。主張していく。ジュンナさんと出会って一番変わったことは何？でも明るくなったんじゃないですかね。はい。旦那さんはどこの国の方？ブラジルです。座右の銘は？人生は一度きり。歌を歌うときに心がけていることは？楽しむ。髪を美しく保つ秘訣は？美容院で月1トリートメントする。カラコンは何を使っている？クイーンズレンズのタルブラ。お気に入りのリップは？マックのスパイト。欠かさず食べるものはある？豆腐。言って笑うなし。嫌いな食べ物は？梅干し。眉毛を立ち上げるワックスを使っている？あ、使ってないです。マスカラを塗ってます。じゅんなちゃん、ここは直してほしい。たまにはブレーキ踏みましょう。はい。告白する勇気はどうやったら得られる？その人が他の女の子に取られてしまうかもって想像してみたら自然と行動しませんか？どうでしょう。好きなアニマル柄のトップ3。ナンバー3クロコ、ナンバー2パイソン、ナンバー1ゼブラでございました。はい。おすすめのファッションブランドは？これもでもファストファッションですかね。ザラ、H&M、ベルシカ。おすすめのプチプラコスメは？ケイト。おすすめのラインスタンプは？なんかおじさんのやつ可愛いですよ。ちょっとね、正式名称がわからない。これです。今の待ち受けは何？こちらです。どんな旦那さんですか？明るくて陽気で仏みたいな人。お子さんはいますか？いません。
今までしたネイルで一番のお気に入りは？こちら。コーディネートはどうやって選んでいる？その日の天気と気分。じゅんのちゃんがやらかしたことで一番ユニークだったことは？じゅんのさんのワンマンツアーで、すっぴんかちょっ と化粧の途中かなんかで来て、メイクポーチ忘れたってやったんですよ。あれはね、めちゃくちゃ笑いましたね。えっていう、やばかった。どうするみたいな。いろんな事務所のこのものを借りて画面作りました。え、社長がやらかした時に呆れたことはないの？ないです。笑います。みんなで笑い合う。社長がやらかした時どう対応している？その上でどうしたら一番最善かっていうのを考えて動く。いつもすいません。旦那さんは何の車に乗っている？ハイラックスのブラックラリーエディションっていうやつです。まつエクですか、つけまつげですか？つけまです。芸能活動はいつからしている？15歳。元彼は何人いる？4人。ストレス発散方法は？旅行。どんな女性が好きですか？常にハッピーオーラで溢れてて、品があってセクシーな人。どんな女性が苦手ですか？なんかみたいな、あかびしゃなやつ。あ、そうそうそうです。日本人ですか？イエス。子供の頃はどんな子供でしたか？ネクラ。納豆食べますか？食べます、食べます、好き。旦那さんとうまくいくコツは？思いやりじゃないですかね。何年でその髪の長さになった？2年ぐらい。秘書の仕事で一番大変なことは？これだけをやるとかっていう仕事ではないので、その都度その都度臨機応変に対応していくっていうことぐらいかな。美の秘訣を教えてください。美女を見る。好きな歌のジャンルは？歌うとしたら？歌うとしたら R&B か J-POP ですかね。過去の恋愛でやらかしたことは？付き合って2週間で気持ちが冷めてしまった。顔へのこだわりはありますか？メイクというところで言うと眉毛です。ジョイン・テームズの魅力は？個性が強いっていうのと、みんなあの表も裏もできるんですよ。イベントも表も裏も全部自分たちでやってるんで、そこは魅力かなと思います。整形はしている？してます。なんかいろいろしたことあるんですけど、直近で言うと二重をやってきました。その様子は後日 YouTube にて、はい。浮気されたことはある？あります。浮気したことはある？したことはないかな。おすすめのヘアオイルトリートメントは？ニューラブジャスとジュノさんからいただいたヘラスターゼの黒のやつ。貯金はしている？はい。旦那さんの好きなところを3つ教えて。イケメン、優しい、明るい。告白する派？される派？多分過去はする派。シンガーになったきっかけは？仲いい友達が芸能活動を始めて、それ見て刺激受けたっていうのが大きいかな。ボンゴの好きなところは？くっついてないと寝れないところ。じゅんなちゃんとはプライベートでも遊ぶ？はい。スキンケアのおすすめは？ヒルメナイドクリーム。眉毛の整え方は？あんまりいじらない。なぜ毛を愛すようになった？これは眉毛を生かしたメイクをするようになってから毛を愛すようになりました。はい。じゅんなさんの会社に就職すると決めた決め手は？単純にやっぱこうかっこいいなって思ったのと、あとはこう円滑にいろんな仕事が進むようにっていうのが大きかったですかね。ダイエットってしたことある？はい。トレーニングはしている？今はあんまり聞いてないね。はい。こんな男は無理、教えて。なよなよしてるやつ、オラオラなやつ、自己中のやつ。はい。サバサバしとんな。浮気症って治ると思う？思いません。じゅんなちゃんから学んだことで身になっていることは？なんか例えば失敗をしてもそれを引きずらない、前を向く。じゅんなちゃんがブチギレた時どうしてる？ブチギレるその場面にもよるんですけど、読売新聞さんのあの現場の時は相手が何をしないかっていう、何かしてこないかっていうのをこうずっと見張ってました、私は。はい。エレナの前でめちゃくちゃブチギレてる人多いわけじゃないですかね。そうです、そうです。そんなにないですから。はい。旦那さんと仕事の話はする？しますね。はい。新曲は出る予定がありますか？実はあります。私の誕生日6月25日にリリース予定なので、ぜひチェックしてください。はい、はい。辛いことがあった時どのように対処している？とことん落ち込む。
それナイスタイミングすぎるよ。エレーナごめんね、もうちょっとしたご飯食べようね。街中で見かけた時は声をかけてもいいですか？お、はい、ぜひ。ただなんかすっぴんの時ちょっとテンション低いかもしれないです。はい。長いネイルで困ることは何？例えばピアスのこのキャッチ落とした時とか、それ細かいものを拾えない、拾いづらいっていうのはあります。人生を大きく変えたターニングポイントは？でもやっぱ純奈さんに引き抜いていただいた時。引き抜きをものすごく丁寧に言ってくださいました。兄弟はいらっしゃいますか？います。3つ上の姉がいます。10年後どうなっていたいですか？家族増やしていたいかなって思いますね。夢はありますか？いずれ海外に住みたい。1000万円あったら何する？免許取りに行って車買う。現実的。はい。100の質問を終えて一言。あ、終わり。皆さんこんなにたくさんの質問をありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。エレーナ先生の興味、皆様が何をね持ってるかっていうのがすごく分かりました。髪の毛すごい興味をお持ちで。なんででしょうね。でも綺麗だもんね。我々が行っているサロンのトリートメント本当におすすめなので、はい、渋谷のリゼルさんぜひ行ってみてください。動画上に表示しておきます。あ、ありがとうございます。そこから飛べます。あ、そこから飛べるそうです。私の動画にはね、多分エレーナが一番出てるんじゃないかな。で、実は今日ここに心理先生もいらっしゃるんですが、はい、ほぼほぼこの3人主流になってくるかと思いますので、知らなかった方はぜひお見知りおきを。はい。そんなエレーナッチのインスタグラムがこちらでございます。エレーナッチ、エレーナッチ、さっきまでエレーナ先生でしたよ。ほんまや、はい、やっちゃったまた。本日はこの辺で失礼したいと思います。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。願望はリスキー。 I don't start it alone.